うかな。さすがの僕だ議員さんも。ぬくみずさんにこのハゲって言われへんやろ。どう向こうが。言ったなこのハゲって言ったなあ、すいません、すいません。どうも皆さんこんばんは。アーカイブの皆さんもこんばんは。どうもたんです。ということで今日は友達ゴレグジョン。だいぶうちの島も発展してきてね、だいぶ友達増えました。まあまあ見ていくか。あ、みんな、あ、ピカチュウの部屋行ってん。あ、仲良ししてんねや。リリちゃん、リリちゃん怒ってるやん。どうしたん。わあ、ついにブログが見つかっちゃった。警察に。大丈夫かな。木村と、あ、嘘、ふみに、ふみのさんと、それは仲直りして。頼むわ。オッケー。何？金？肉じゃが？肉じゃが、肉じゃがで、優しい気持ちを思い出して、これで。うん。母親の、あの味を思い出して。まあまあ美味しく、ダメダメみたい。治らないや。イライラが。え、プレゼント何？服？服くれってこと？ごめん、イライラの沈め方とか知らんねえけどな。なんかテニスかなんかしてこいよ。外走ってこいよ。じゃあ服買いに行こう。丸襟のブラウス。丸襟のブラウスはどう？これあげるわ。あ、ごめん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 。どう？うわぁ、もう火に油注いだ。何がいい？春のワンピースとか？春のビビースあげたっけ前。チュニック行くか、チュニック。チュニック行こう。花綿に刺繍のチュニック、これでちょっと落ち着いて。ごめん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 。え、ごめんね、その、うん。前狙いの一番前やりながら。どう？あ、めっちゃ喜んだ。どう？あ、収まってよかった。ああ、よかったわ。お願い。仲良してみんな。あ、そっか、ふみのさんもイライラしてたんか。どう、仲直りできる？うん。あ、ちゃんとごめんなさい言うて偉いな、リリちゃん。許しません。おま、ふみのさん、ふみのさん、なんで？え、ダメでした。そんなことあるん？え、そんなことあるん？え、仲直りってじゃんじゃんじゃないんや。え、おかわいそうにな。うまくいかへんねんな。え、ふみのさん、ふみのさん、ペロッとした顔してるけど。よしちゃん、こんばんは。こんばんは。リリちゃんと友達。お前どの口が言うとんねんな。お前さっき許しません言うたとこやんけ。何言うてん。ずぶといとか言うレベルちゃうよ。え、ちょっと紹介してみる。どんな感じで話せばいいんでしょうか。俺にもわからんわそれは。でも礼儀正しくがいいんじゃない、今は。わかりました、うん、ではお話ができるよう頼むって。頼んできてください。激ヤバやんこの人。なるほど、わかりました。リリちゃん優しい。お話ししてきます。快楽するんやそれ。呼びつけんや、ほんでてめえが行けよ。てめえが行けよ。木村さん、どう、友達なれるんかい。なんでやん。うまくなんでいくねんな。ありがとうございます。いかんやろ普通。おかげで友達になれました。なれ、なんでやねん、わけわからへんわ。リリちゃん、リリちゃん、リリちゃんどういう心境。リリちゃん寝てるわ、全部忘れて寝てるわもう。リリちゃん、あ、起きた、ごめん起こしちゃった。ちょ、大丈夫もう。 あ落ち込みからか。じゃよかった、あ、よかったわ。すごいテンポで人間関係進んでいくから、ついていかれへん。フライパン、フライパンよくれんね。人間関係スピーディーすぎて気持ち悪かったで今。ていておらん。散歩か。ミスタ、あ、ミスタ、あ、ミスタービーンと大ちゃん、コラボ動画撮ってん、今。どうすか？怒った時に使う言葉を教えてください。怒った時に使う言葉あれ。怒った時に使う言葉、あれやろ。ムラムラする。それでいいや。ムラムラする。
でいいですか。お願いします。それで、はい、わかりました。怒った時に日本語ではムラムラするって言います。俺もう早速人を新しく作っていい、まあ、とりあえず増やしたいよな人。やっぱり女性が少ないから女性作るわ。この人当たるかな。この人当たる。この人ちょっとむずいかもしれん。顔はね、まあ、これかも。はい、あ、これかも。で、眉毛が、こうして、目がね、あ、割と近づいてる、これ。これかな。で、口が、いや、まあ、これかな。当たってへんな。何系？あの、ニュースで見る系？豊田舞香さんですね。あの、このハゲで一世を風靡した。なんでずっとそんな声高いん？豊田舞香です。これです。あー、これです。これキビキビです。これドストレートよ。ドストレートもドストレート。いや、表情はね、意外と豊かですよ、うん、考え方はね、まあ、あーまあし、あーちょっとまあ多少楽観的なところはあるかもしれない。うん、はっきり言ってまあ変わってます。はい、おーないこれ。豊田議員、近所迷惑ならないように気をつけるください。まあでも今誰も悩んでへんけど、やることないからバンバン作るか。次男の人になるんやけど、これはこっちの業界ともつながりが欲しいというのもあって作ろうかなっていう。これで、あ、これやね。眉毛ない。で、目がこれやな。あ、近づいてきた、近づいてきた。うわー、こ、あー、いや、こっちやな。鼻はね、これで、口がこうかな。顔のシワをさ、もっと増やしたよな。いや、ないんか。あー、まだ、まあこれかな。で、まあまあちょいちょいもう正解はありましたけれども、リュウクさん、これ生死司ってるから。リュウクさんってこれ上の名前あるんかな。え、誕生日とか分かれへんな。いや、ないわ。何も分かれへん。声優が中村獅童さんってことしか分かれへん。調べてもこれでいっか。なんかあの、うん、2002年に12月30日、うん、これらしい。あの、中日ドラゴンズのリュウクさんとも兼ねてます、これ。リュウク、じゃリュウクやな。リュウク、12月30日生まれのヤギだ。あ、ぽい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 。行動はね、いや、ゆっくりですね。言葉は、言葉、いや、ちょいちょいストレートよな。でも、あんまりこう、ビシッというタイプじゃなくて、割とはぐらかしさも、なんかこんな感じ。ゆっ、どっちこれ。こっちこれ。まあ、ちょっとあの、違うタイプ作ってみたいから、あえてこうするか。考え方は楽観的ですね。デスノートポロッと落とすぐらいから人間以外に。意外と常識人よな。存在自体が変わってるだけで、意外と常識人ではあるっちゃあるっぽいよな。なんかこう、気使えそうではあるよな。こんぐらいかな。だから。はい。なごみ系なの見たことあるぞな。ぬくみつさんや。え、ぬくみつさんや。リュウクとぬくみつさんは同じタイプでした、性格。あ、リリちゃん。よし、リリちゃん。あ、人口10人来た。言わん方がいいよ。あんまはっきり。うん。あ、すごい。祝10人達成。すごいね、これ。再生数3ぐらいじゃん。うん。いただき女子がお伝えしたい。お伝えされる側やのにな。お伝えされる内容側やのにお伝えしちゃったよ。まあまあ。どうしたん？おー、いいんじゃない？うん。ピカチュウ大じゃん。いや、もう、元 VTuber。今、確かもう引退されたんだっけ？キズナアイさんって。まだやったっけ？でも、VTuber の方やから、割とこう面白い話、こういうの、そういうアンテナは張ってるんちゃうかな？うん。頼めていけな、自分で。同じ声してる！え、ピカチュウとキズナアイさんって同じ声やったん？全く一緒の声してたね。うん。友達なれるかな、二人。あ、めちゃ笑うてるわ。あ、なれそうやな。なれへんのかい！あんな笑うてたのに。あ、木村さんどうしたん？スカートの服が欲しいです。あー、スカートの服。なんかまた前も言ってなかった。さすがやね。やっぱこう、ファッションにはこう、敏感なんやね。これ、これあかんかな。セーラー、セーラー服と、スカートやん。どう、絶対に合うで、木村さん。スカート、セーラー服。買ってきたら、スカートの服、セーラー服。これ。どないよ。ご注文通りの、あら、かわいいじゃない。気に入らなかったです。クソ親父すぎる。ちょ、見てみる？適色の中でさ、豊田議員、なんなんやろ。うん。お願いします。豊田議員の適色ってなんなんやろ。ちょっと気になるかも。少々お待ちください。おい、コロコロまでできる。やっぱ議員かな。タイトルの
笑うのは失礼やって。お前笑うのは失礼。アイドルです。まあまあテレビ出てたしね、才能は確かあったのかもしれない。お願いですから握手会でファンを選ばないようにしたけど、そうです、あのハゲの方も握手してあげてください。あとリュークな、ラーリューク、死神やからな、人を奪う仕事みたいな、ライオンな。でも死神のちょっとパティシエ、そうなんや、実はそっち、あリコ好きやったもんな。アップルパイとか作ったりええんじゃんな、悩み誰もないしな。まあ、バシバシ作っていく。あそう、これ絶対に作りたい人って、絶対うちのマンションに入れたい人おったんよ。そう女性なんやけど、俺と同じ世代の人やったら誰しも一度は憧れたことがあると思う。俺と同じ世代の男子やったら、割と茶色い、赤いと上、うん、これやわ、この辺でいい、ここかな。んで袋がね、ここ。あ、だいぶ近づいてきた。あ、だいぶ近づいてきた。わからん？あ、でも全然ないな。ゼミママです。あの、真剣ゼミに出てくる。でも一人でやりきれる。え、誰もわからんの？え、嘘、誰もわからんのこれ。逆に俺それショックやねんけど。そんな通じへんもんな。ゼミママです。絶対ちゃうやろな。行動はね、ゆっくりです。結構マイルド。そうじゃ豊かですよ。豊かやけどもそんなめちゃめちゃって感じではない。考え方はちょっと慎重だって、一人でできるの言ってたぐらいから、もう常識人よ。あ、これ初めてのタイプじゃん。あ、クール系か。あ、木村さんと同じや。あ、豊田銀がなんかお困りのようで。豊田です。うん、思いつきで突っ走るタイプです。でしょうね。なんでミリちゃんこんな人気なん、マジで。なんでなん、すごいやん、忠実やん。なんというか人たらしというか。いや、まあ、まあ褒めるのが大事っていうか、やっぱ褒めてられて嬉しくない人はいないからな。どうかな、なれるかな、友達。ない。あ、笑ってる。いけたかな。あ、いけたね、よかったね。新しいパイプできたね。ゆりちゃん、うまくいきました。製材会にも手を伸ばしました。ほら、まあ、作るか。誰にしようかな。俳優さん行きたいな。なんか、いや、木村さんおるやん。木村さんおるから、なんて、やっぱ欲しいな、みたいな。誰にしようかな。これで、髪の毛が、あ、またこれかな、やったら。あー、なんか、あ、これか。いや、こっちか。これ何なんすか。あ、坊主か。坊主ちゃうな。ほら、まあ、これかな。原田龍二。お前、原田龍二さんやん。あれ、ほんまや。俺別の人作る予定やったけど、もう完成してるやん。奇跡です。ほんと奇跡。じゃ、眉毛黒くして、横だらけ整えて、これで、割とがっしりしてるよ。ち、うん。ニックネームってあるん？ニックネームは、グリーン仮面。淡々と自己紹介すんのやめてえな。奥さんも作ってかっこいい。いや、結構まあキビキビ。言葉はどうなんやろ。あ、でもストレートはあの土下座してたやん。表情はクール。考え方はめちゃくちゃ楽観的よ。はっきり言って変わってるよ。変わってるよ。はい、ノリ系、メラメラ系、新しいじゃんこれ。突っ走る熱血タイプ、面白いことがあると周りの人を巻き込んだりしても多少、ああれやな、あのミスタービーストさんと一緒やわ。やめろお前、そこにすんの名前。あ、悩み出る。あ、お前やん。悩んでいる時に使う言葉も教えてください。悩んでる時？もう何でもいいよ別に。いい。おしっこのほな。おしっこ。はい、お願いします。はい、わかりました。お前の存在自体が適当やから、お前何でもええねん別に。あまりこう手をかけるな。なんかできたよ。いいニュース。です。ミスタービーストさん。本日相性完璧なタイミング。え、それは奥さん作ろじゃ。ちょっと勝手にそういうことするかなりぶしつけやけど。あ、木村さん、どうしたん、月は。こんばんは。まあまあ、来たー、来た、合う、バーリバリ合う、バッチリよ。よしこれちょっとこれ気になるけど、奥さんの方を作成してもいいですか。これ開けな、眉毛さんを一面のいい愛さん。行動はなんかキビキビしてる。そう、言葉はでも優しいもんな。あ、でもストレートに許すみたいに出てた気する。表情は豊か。考えは楽観的なんかな。まあ、楽観
感じてるか。で、常識人です。もう常識人です。一回、まあ、こうしてみるか。OK。ノリ系メラメラ型。メラメラ型なんか多いな。ほら、これで行ってみるか。相性テスター。まあ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 。じゃあまあ、せっかく作ったし、原田さんご夫妻からやらさせていただく。これ。フリーガール、うん、ちょっともうすいません、本当に。お願いします。あ、うん。お互いの歩み寄りでゴールの道が開け、そうですね。奥さん方の歩み寄りってすごい、貢献してたと思います。あ、そうなんだ。おう、うん、おう。え、じゃあ、いただき女子リリちゃんと、原田さんってどうなる？うん。あ、よくない、よくない。え、じゃあ、俺、ごめん、俺。見ていい？俺と木村さん、お願いします。お願いします。あ、なんか、あー、どちらかがその気になれば一気に進展する。その気です、めちゃくちゃ。じゃあ、いけるってことあるよし。言えへんやろな。ぬくみずさんにこのハゲって言われへんやろ。なんかいい感じになるんじゃん。どう向こうが言ったな、このハゲって言ったな。